木です。創業店の初見じゃないけどね、もう貫通ゴリゴリでいったら綺麗に外された。あーそんな感じか。なんか綺麗に回らないけんだよな。はい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 、絶えません。これはでも絶対無理やん。うわ、行った。こんなギミックやったら竹見風連れてくるね。弱点倍率も高いし。あれは間挟まらないけどか。反射ゲーだな、完全に。びっくりするぐらいの反射ゲーだな。これも21の極適正で十分でございますね、基本的には。であれがあるんで艦隊やめてよって感じ。でもこれ一体貫通おった方がいいかもね。弱点が横やし殴りやすいかも、艦隊の方が。これもうちょっと荒めにいかんダメや。弱点移動するんでそれ良くないわ。あのブロック内入ってしまえばね、ブロック内入ったらこれあれの方がいいんじゃない。ブロック外した方が一体貫通入れればよかったな。ポセイドン、ポセイドンがいいわ。あいつドクロ倒した方がいいかな。ドクロ倒すか。ドクロ倒しに行ったらプニ倒していくさやな。これでも竹見和ちはちょっと殴り行きたくなるよね。もう火力ちげえもん、火力ちげえもん。ああそっか、スピードアップちょっと荒めに行きましょうか。で上行って、もう一回上行って、全然もう弱点殴れば全然問題ない。次でいいや、次でいい。はい、はいはい。あーやっぱ神かな。ちょっとあれ見てないよね、種族を見てないんでわかんないんですけど、神かな。神やったらね、もちろん。これスピードアップなんかどっかで見たことある配置やね。これアルカディアだ、アルカディア配置だ。ガーゴイ、おおちゃいますわ。これでも挟まったらさ両方出るやん。長いな、長い。うわー逆から回らないけんのこれ。ちょ、間とりあえず、すげえ配置鬼じゃない。鬼じゃ、おりや、鬼、お、鬼やけど、ちょっとちょっと、あちょっと荒めに行かないけんと思ったんやけどな。あーこれゲージ、いやーゲージ外しもありやなと思ったけど、ゲージ外した方がいいやろ絶対。まあいいや、こいつはちょっとどうしようもない。どうせ意外と頑張るなこいつ。何体蘇らせたんですか。って感じ。ダメオが、おおダメオが出らんけ、ゲージを外せばいいと思ったけど、あやべ、普通にまたゲージ入れてしまった。倒したけど、あボスか。そんな難しくはないけど、やっぱ
ボス1で使う勇気ないな、竹三日槌。そりゃないよね、さすがに。あ、これも倒した方がいいね。これスピードアップ出した方がいいね。スピードアップ床、加速床を出した方がいい。これ縦だけか、縦だけか、弱点。これならこうか、なんか理想的な打ち方になったんじゃない。これカウンターキラー乗るし、ユージは強いな多分。乗った時は強いな。うん、あ、場所によっては打つよ。弱点出てねえか。弱点が出てねえんだな。それはダメだ、さすがに。その勇気はない。おい、寄りがちやな、鬼、鬼さんよ。しっかり倒していく。待て待て待て、これ その剣はさ、その剣はダメだろ。ちょっと待て、竹三日槌やろ。あ、これでいい、これでいい、これでいこう。ブロック、ブロック、うん、これいくやろ。いくかな。剣まで出て接待入ったんですけど、やっぱりボス1でいけたんかな、よう分からんわ。うん、弱点、やっぱこのギミックで弱点アップはダメだよ。